チレサウルス・チャイルソリスは、チリのジュラ紀後期の窒素から発見された、獣脚類の植物植生恐竜。記載直後、植物を食べる獣脚類として、メディア等で大きく報道された。ホロタイプの個体サイズを元にした、生体復元図リットルチレサウルスの全長は、約3.2メートルと推定される。ホロタイプは、若い個体なのでその半分の長さである。 チレサウルスの最も異質な特徴は、口先に並んだ、薬さち型の長い歯である。この歯は、重脚類にしては独特で植物食動物の様相を呈しており、実際、チレサウルスは、肉食恐竜と近縁ながら、植物を食べていたと思われる。他の植物食への適応は骨盤にも兆候が見られ、長大な腸を収めるための空間がある。そういった骨盤の変化は、 長蛮類において典型的で、チレサウルスの化石が発見された当初は、長蛮類と思われた。講子は、蛍骨正面上部の隆起の小ささから、走るのは速くなかったと言われている。幅広いつま先は体重を支えるために適応している。チレサウルスは、強靭な前足で捕食者から身を守ったらしい。第一子の爪は、基盤的隆脚蛍類のように外側に伸びている。 チレサウルスの最初の標本、脊椎とアバラ骨は2004年2月に当時7歳だったディエゴ、スアレスによって発見された。彼はアイセン地区で地質学者の両親と共に装飾用の石を探している時にそれを発見した。さらなる標本は2008年に複数の恐竜の種として報告された。後になってこれらは独特の組み合わせを持つ。 単一の種のものであることが分かった。2015年、モシキシチルサウルスディエゴスアレジチャイルソリスジエゴスアレジが、ノバスラによって、命名記載された。俗名は、チリの国名にちなむ。種商名は、ディエゴスアレスへの懸名である。骨格復元図ホロタイプ SNGM-1935 は、トキルイソーで発見された。年代はチトニアンである。関節した。 ほぼ完全な妖体の骨格で、孔子と王の大半は失われている。四つの他の骨格といくつかの単理した骨はパラタイプとして記載された。それらは妖体や生体のものである。チレサウルスはテタヌラ類の基盤的位置に分類されている。一般的なコエルロサウルス類と基盤的竜脚系類、そして長眼類の特徴を合わせ持っており、 ペタヌラ類以下の怪物類は一切不明である。ありがとうございます。